向こうから聞いた。具合良くないの？どこか痛むの？ダメだよ、寝てないと。どこも痛くないならよかった。こうが深刻な顔で言うから、俺、悪い病気かと思って心配しちゃった。そうは言うけど、昨日早く寝てたよね。なのに顔色が悪い。本当に大丈夫なの？とても冷たい。部屋温めようか。うん。君が眠るまで握っておくよ。俺はここにいるから安心して。もう眠ってしまったの？イブ。寝息。少し浅い。本当に大丈夫なのかな。心配だよ。どうか早く治って。ルキに相談してみよう。寝入った彼女の部屋から出てすぐに俺はルキの元へ向かった。彼女の容態が心配だったからだ。最初ははぐらかされていたけど、割って入ったコウの言葉で、彼女の心臓が手の施しようがないほど悪くなっていると知らされた。認めたくない。そんな、君がいなくなってしまうなんて理解できない。ありえない。なんでこんな大事なことを教えてもらえなかったのは俺が頼りないせえ。イブ、起きたんだね。それとも起こしちゃった？
ごめん。疲れてるところ悪いけど、どうしても聞きたいことがあるんだ。ねえ、君は病気なの？そしてその病気は治らないの？そんなの嘘だよね。だって俺はそんな話聞いてない。どうして謝るの？じゃあ、君は、まさか、本当に、死んで、しまうの？嘘だ。信じない。俺は信じないよ。こんなことあっちゃダメだ。そうだよね。あ、知らなかったのは俺だけ？ルキとコウだけじゃなくて、ユーマも君の病気のこと知ってるんだ。じゃあ、俺は一人で勝手に君との時間が永遠に続くと思ってたんだ。君は悪くないよ。悪いのは俺だ。君に気を使わせてしまった。言わないでいるのも辛かったよね。俺が頼りないのが悪いんだ。だから大事なことを打ち明けられなかったんだよね。しょうがないよ。こんな俺は君のそばにいる資格はない。起きたらいけないよ。そのまま休んでて、俺がいなくなるから。